どうも、こんばんは、エネムです。さあ今回は夏祭りガシャということで、10回引いていきたいと思います。まあ一種68個あるんですけど、18個はね集会用に残しておこうと、思います。というわけで詳細を見ていきましょう。高槻1000ですね、UR は。まあこれ狙いかなとは思うんですけど、あれこれってグループとか見れなかったっけ。まあ多分青霧入ってないのかな、わかんない、ちょっと見てないんでわかんないんですけど、で SSR プラスがタタラ、渋いな。あれ亡きの SSR は交換なのかな、見た感じ交換なのかもしれないですね。とりあえず、UR と SSR プラス狙いで、とりあえず4回単発引いて6連を1回みたいな感じで、前回と同じで、引いていきたいと思います。じゃあいきます。まあね、ちょっとこういう季節物のガシャとかっていうのはね、闇が深いと思うんで、それほど期待せずにね。いやー、単発で紫ポット見てみたいな。1回でいいから見てみたい。まあね、なかなか単発っていうのは難しいと。おっ、 SSR かな、プラスかな。おお、ヨモさんね。はいはいはい。まあ多分当たったことないんじゃないかな。マジ？え？ちょっと待って、俺やばない？うん、やばない。ちょっと待って、やばい。スクショします。やったぜ。いやすまんな、ほんまに。え、やばい、運が向いてきてる。ちょっとこれ6連引かなくてもいいんじゃないかな。いや引くか一応。え、待って、運が向いてきてんだけど。俺これプレミアム引きたいんですよ。あの篠原と黒岩欲しいんで、まあ、UR で言うならあのね、過去金木も欲しいし。いやでもまあちょっと待って、引くか6連。ちょっとまあマジか、嘘だろい。で6連で出ない、まあまあそら普通。ああ待って、 SSR も出ないんだけど。まあまあいいや。というわけでね、勝ちました今回のガシャは。季節物闇とか言っときながら単発で引いちゃったんで、思いの残すことはありません。というわけでお疲れ様でした。また次回実況でお会いしましょう。やべえよマジで。